はい、ということで今回の撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、YouTube 撮影初の現地からいろんなものをお届けすることができたんですが、まず率直にどんな感じだったでしょう。でも笑ってるんですけどね。めちゃくちゃ楽しそうな動画をね、あげたんですけど、裏はめちゃくちゃ大変だったんですよ。本当ね、めちゃくちゃ大変でよくついてきたなというふうに、思います。調査の中でも、私の調査歴の中でも、特に最初の3日間、初日のギザは、1、2を争うと言ってはなんですけど、トップ3に入るぐらいのちょっと過酷な感じで大変だったとね、思うんですけれど、それからもずっと大変だったんですが、はい、それでは、行ってみましょう。まずは、アヌビスさんからどうでしょう。はい。本当、初日ですね。とんでもないところに来たと思いました。マジかと。初日からこれかと思って、もうね、もう少しはまあ観光気分じゃないですけど、楽しくやれるんかなと思ったんですけども、うわーみたいな、もう、すごい、もともと私、閉所恐怖症で、初日の初っ端にものすごい狭いところに入ることが多かったんですけど、おかげさまで、申し訳ないんですけども、途中で閉所恐怖症が発生してですね、息苦しくなって逃げ出したりとかですね、はい、ちょっとさせていただいたりして、でもすごくよく分かったのは、我々もともとそのね、考古学とか歴史とか好きな人って、こう現地の方々が撮ってこられた映像とか、書物になったものを見てですね、楽しい楽しい、行ってみたいなって言って観光に来ると思うんですけども、本当の現地でそれを考古学して調査してっていう人たちとその現場はすごいなと、もう別物だなというのをいきなり実感しました。それはやっぱりあれですかね、その閉所恐怖症っていうだけじゃなくて、実際のその活動というか、それも大変だったってことですか。まさにそうですね。もうこのフィールドの今やばさ、もう大変さですね。もう本当に実際に汗と埃にまみれて、大変なところにも果敢にね、決して綺麗とは言えないところだと思うんですけども、果敢に行ってですね、それ私はちょっと後ろからこう見させてもらったりお手伝いするだけだったんですけど、うわこれは入れないみたいなところもね、加谷さんもワールドスキャンプロジェクトさんも入っていかれてですね、まあいい意味でジェネレーションギャップみたいなのを感じました。まず、例えばその具体的になんですけど、はい、狭くてあれ、まあでもずっとついてこられてましたけどねほぼずっとついてきてましたけど、それ以外だとあと何か具体的に何かありますかね。これがやばかったというか、これが大変だったとか、まあ、暑さはもちろんね、暑かったと思うんですけど、はい、そうですね、クフ王の大ピラミッドの、私まあこれはあれですけど、重力拡散の前に入られてって、そこに行くまでの、まず行かれた方は分かると思うんですけど、大回廊のこんなところに入り口があるのかみたいな、こう上にものすごい角度の大丈夫みたいなはしごを登っていって、もうほんと四つん這いで入るような穴を抜けていって、その中がまたさらに四つん這いのような隙間がこう並んでいてですね、もう正直あそこは逃げ出したかったですね。あそこが一番ですね。ですね。もう、まあ私だけね、逃げ出すわけはいかないと思ってたんですけども、中でロケしてたじゃないですか。龍六角散の間をこう撮っていて、うわ、きつい、あ、きついな、でも、頑張らなきゃと思ってたとこに、次はこちらですって、河合さんがよりちっちゃい穴の方を刺された時に、もう、うわってなんか、息が苦しくなってですね、あかんと。いうぐらいになりましたね。まあでも考古学的には素晴らしいスペースって場所とは聞いていたので、もう大変そこに入らせていただいたのは私としてはありがたかったですね。じゃあ今回メインで撮影をしてくれたのがバステトさんなんですけれど、ツイッターなんかでね、一番バズってたのはバステトが地面に横たわってデンデラの
ハトホール神殿の天井をこう撮ってるシーンがねすごいバズってましたけど、バステツさんいかがだったでしょうか。そうですね、先ほどの話だと初日の3日間というかピラミッドの内部の撮影が、すごく全工程の中で一番大変だったんですけど、初日にそれが入ってたので、それが普通なのかなと最初に思ってね、狭い中だったり普段もう100年ぐらい人が入ってないところだったんですよねに入ってたんですけど、大変、すごく大変でしたね。自分は割と暗くて狭いところ結構平気なんだなとは改めて思ったんですけど、ホテルにその日帰ってきて日程表を見てあと何日これが続くんだろうっていうのを夜な夜な数えて割と最初の方で日本シックみたいなのに若干なるぐらいに結構ハードな体験をしましたね。そうですよね、ハードでしたよね。でも途中で今度ルクソールだと別の意味でデンデラアビドスとかね、別のところの意味でこう大変だったと思うんですけど、やっぱ暑さが大変です。そうですね、日向の暑さが尋常じゃないのと、地面が白いので照り返しがあるんですよ。上からと下からとこう熱射がバーンって来るので、想像以上にやっぱり体力も削られますし、かといって水を飲みすぎるとお腹壊すんですよ冷たい水とかコーラ飲むとお腹壊すんですけど、でそこで河合さんとかに教えていただいたのが、現地では暑い時に温かい紅茶を飲むんですよ。しかも砂糖を 2,3 倍これスティックのでかい砂糖を 2,3 倍入れて飲むと、暑い時に暑いものなんてって思うんですけど回復して、それで頑張れたのはだいぶありましたね。最初初めて渡された時本当罰ゲームかと思いました。いじめかこの暑いのにみたいな思ったんですけど、あれでだいぶ救われてました。何回も救われましたね。その後なんかエナジードリンク的にとりあえず一息つく時にはね、シャイ持ってこいね、甘いシャイだみたいなことでドバドバ砂糖入れてましたもんね。日に日に砂糖の量が増えてきましたね。カルナック神殿の時ね、もうダメだダメだって言ってたんですよ。スタンド登ってったじゃないですか、池の向こうの、あの時もう無理無理ってボソボソ言ってて実は、あここいい景色ですよとかで私があんな人にどこ行くんだ可愛いみたいやめろよそれ以上日向に行くのはみたいな、ダメだダメだって言ってて、であそこのすぐ後にね飲んでちょっと回復してましたね。回復しましたね。オアシスでしたね、まさに休憩所が、夜もう日本に帰りたいって言ってよく泣いてましたこれ本当です辛いって言って、今日もね、今日ようやく最終、日に、私は最終日なんですけど、まだ2人まだあるんですけど、最終日にその話を聞いて実はそうだったんだっていう、ね、辛い辛い、いや大変でしたよ ね。なるほど、じゃあちょっと大変なことは聞いたんで、感動したこともちょっと聞いてみたいので最初にまずねちょっと大変さがあったので、一番感動したところとかどこですか。なんかいろんな意味で別に一つだけじゃなくてもいいんですけど。ああそうですね、一番感動したのは階段ピラミッドの地下ですね。ああなるほど、はい、前一度前何年か前に川さんとご一緒した時は入れなかったとこで、で下が迷宮だったって聞いてて、でいざ入ってみると本当の迷宮 でしかもその時サッカラ全域が停電になったんでしたっけ。そうですね、停電でしたね、で真っ暗でもう本当のこの R ロールプレイングゲームのダンジョンみたいな朝繰りでしたよね本当ね、バッと松明じゃない気をつけてです、ね、本当の迷宮で、面白かったですね。で奥まで行ったら本当にもう巨大な石棺がダーンとあって、でギザのピラミッドとはまた全然違った構造で、それがちょっと面白かったですね。 でそこから私一人で出ることになったんですけど、本当に迷ってですねあれが前半戦では印象に残ってますし、もう一つはメンカウラーのピラミッドのこう削られた特徴的な裂け目があるんですけども、そこの調査をされるっていうところに
まあ、私もついてって、まあ、途中までですけどピラミッド登るという経験ができて、あの裂け目の中に入れたっていうのも良かったです、はい、感動でしたね。なるほどなるほど、はい、なるほど。バステトさんはどうですか？そうですね、一番感動したのはあのハトフォル神殿っていう形だった。あ、デンデラのハトフォル神殿。はい、ハトフォル神殿。撮影が止まんない感じでしたね。そうですね。あの入ってすぐのところの色がすごく残ってて、装飾が綺麗で、でもうずっと半日ぐらいも見てたい感じでしたね、寝転がって。なるほどなるほどなるほど。で、あともう壁全面すべてにもう彫られているわけじゃないですか、うん、で、あの顔が削られてたりとか、まあ、他のところでもあったんですけど、あのあれですよね、その宗教上の関係で削られていたっていうのがあって、うん、まあ削るよなっていう思うぐらいにこう、なんか恐ろしさみたいなのもある種感じられて、はいはいはい、たくさんの目に見られているようなこう恐怖みたいなのも感じたので、ね、現場でもそういう話を、ね、はい、されてましたよね、はい、それは削るよみたいなのね、怖いよこれはみたいな、ね、怖いですよねという、うん、そのちょっとこう狂気じみた感じと美しさとデカさが全て、うん、こう感動しましたね。うん、なるほどなるほど、はい、とてつもないパワーを感じていいところだなと思いました、ね、デンデラのハトフォル神殿。そうか、なるほどな。食事とかはどうでした？お二人ちなみに。もうなんか今苦笑いしてるところもあるんで、ね、でもまあこれ1回2回目でね、あの初めてじゃないですからね。ちなみにあのバステトとアヌビスはあの2回目になります。1回目はあのちょうど私が案内する、ツアーに来ていただいて、今回あの2回目でいきなりあの調査どっぷりのところにねワールドスキャンプロジェクトさん の, あの、まあ、ご好意もあって入ってきたんですけれど、食事はもうそういう意味では慣れた感じでしたか？どうでした今回は？あ、なんかもう慣れましたね。ちょっと生野菜食べないようにとは気をつけてたんですけど、うん、まあ、どうせお腹壊してたんであんまり意味なかったかなと思いつつも、あ、でも美味しいなと思いますね。一番美味しかったのは？あ、コシャリ美味しかったですね。あ、コシャリね、はい、そうか、ね、はいはいはい、YouTube であの、うん、インスタントコシャリは食べさせていただいたんですけど、生コシャリを現場で、はい、食べたんですが、量が多くて食べても食べても減らないなと思いました。ドーンね、賞持ってくるって言ったらね、賞が全然賞じゃなかったですね。それはありましたね。なるほど。アヌビスどうですか？そうですね、あのおかげさまでなんかね、ホテルではちゃんと夕食は朝食きちっと西洋風のものとかいろいろ食べさせていただいてたんでよかったですし、エジプトの食事はそうですね、そんなに個人的にはなんか得意では正直ないんですけど、はい、でもまあ毎日おいしくお腹すくのでいただいてたんですけど、まあ、量が多いですね量は多いですねはい、そうですよね、疲れてる時に量とか食べれないですね。そうです ね, ね、結構昼間とかね、今回ずっとお弁当でしたしね、現地の本当にレストランというか、はい、ところからのテイクアウトでね、お弁当で食べてたのでね、あれ美味しかったですね、ルクソールで夜行った何でしたっけ、シャークレストラン、美味しかったです、ね、シャークレストラン美味しかったですね、はいはい、ぜひシャークレストランにここまで紹介したかったんですけど、美味しくてあの撮影するの忘れてましたシーフードのお店です。そうですね、はい、シーフードのお店で、なんかシャークスープっていうのが、まあ、美味しかったですね、スープもね、美味しかったですね、美味しかったです、うん、ルクソールはシャークレストランですそうか、なるほどな、まあ、今回ね本当でも YouTube でこれだけの撮影を、まあ、してきたわけですけれどね、あのこんなこと聞くのなんですけど、なんで来たんですかというかね、よく来ましたよ ね, ね、いやいやいや、もうね、最初にこういう話があるっていただいた時に、いやもう僕はもう絶対行きたいなとは思ってまして、まあね、ただ外的要因もいろいろあるものですから、まあ、待ってた感じではあったんですけども、いざ行くとなって、私が行きますって言った後に、後で勝手に
決めやがってみたいなこと言われて、何勝手に決めてるんだよ、一人で行ってこい、しかも何に3週間とかそんな気が本当に決めてんだみたいなことは言われましたけども、いや本当ありがたいお話でしたね。もう加谷さんもそうですし、ワールドスキャンプロジェクトさんもねお力ご協力あってこそついてこれましたので、もうこれは行くしかないと思ってました。我々ね会社やってて、実際1ヶ月ぐらい本当実質日本でのお仕事を止めることになるんですけども、まあいろんな方にご迷惑をおかけしたんですけども、まあ、倒産してもいいから行きたいなって思いましたね、はい、それぐらいもうねありがたいお話でいろんなとこ見せていただいて、普段では入れないとことかもたくさん見せていただいたので、まあ、それ本音言っていいでしょいや行きたい気持ちもすごい嬉しい気持ちというか、わそんな行けるなんてっていうのはあったんですけど、撮影をするというこう担当の役割のことを考えると絶対ハードだろうなという予想はお話が聞いた時からあったので、 100% 喜びたい気持ちと、いや絶対しんどいだろうなという気持ちがあったので、なんか 100% 喜んでいる方を見て怒ってない、ね、ハリセンのも喜んだ分かってんのかみたいな気持ちがちょっとありましたけどなるほど、はい、でも普段はね撮影していただいてますけど、まあ、現場の撮影はまたねいろいろ違いますしね、本当に大変だったと思います。よくでもついてね来られましたよね、うん、加谷さん的にはいかがだったんですか今回のプロジェクトは。今回はやっぱりまあ私はメインはサッカーからギザ、まあ、あの辺りもメンフィス地区の、まあ、ところがワールドスキャンプロジェクトさんと の共同研究で、まあ、特にまあ何度も YouTube の方でもね少し話してるのかな、あのクフ王の、まあ、ウェルシャフトっていう、まあ、本当にあれはあそこは100年ぐらい、いや違うな、あそこは100年もないかな、まあ、何年か入ってないところですね、まあ、うちのレーナー先生なんかも入ってないって現地の、ね、インスペクター言ってましたけれど、まあ、そこのところで構造が見えるところを撮れるっていうのと、あと内部構造をこれまで撮りたいと思ってたんですけれど、そこを撮ってないのでそこが撮れて内外のデータがつなげるっていうのが一番でかかったですよね。ただやっぱり私自身も撮影するときにどれだけ、まあ撮影ってあのデータの方の撮影ですけれど、3次元化するためのどれだけ大変かっていうのが分かっていなかったんですが、まあ、今回あのワールドスキャンプロジェクトさんの方がまあ、登山の専門家で連れてきていただいて、まあ、九州大学 の地形の専門 の院生の木村さんという方ね、すごかったです ね、いいキャラでしたねね、連れてきていただいて、で木村さんがやっぱり登山用のというか、まあ、洞窟の専門家なので、ロープを持ってたりハーネスをね、持ってたりしたので、それで彼がこう内部を調査行ってくれて、でそのまま撮影してくれるんだろうなと私は勝手に思ってたんですけれど、はいはい、ちょっと入れないそういうところは、まあ、その辺の人たちが撮影してくれて、私は後でデータ使うんだろうなと、私はなんか撮影はしなくて考古的な観察とかをする予定だったんですけど、もともとはそうだったんですね、はい、もともとはだから私は観察で、撮影はワールドスキャンプロジェクトさん でそのデータを合わせるという予定だったんですけど、まあ、もちろんその撮るところが多かったっていうのもあったんですが、そうですよね、なんか中にあったらじゃあ河合さん話つけてくださいはいみたいな、あそうなんですかそうですね、もう様子を見に行って今からちょっと私も下潜ろうかなと思ったら、これはもうロープとかハーネスがないというのも観察できないなとか見ながらこう、ね、下見ててすごい深い縦穴というか、ね、そういうところで、ウェルシャフトもね、ウェルシャフトもこうやっていくけど、これもねセーフティーロープがないといけないから、これ後でデータ見るのかなぐらいに思ってたんですけどね、そしたらなんか河合さん用のハーネスですみたいな俺吊り下げられるのみたいな、いやあの隙間用意、ね、上も下も見ましたけど、どっちからも量入るな人がみたいな穴でしたもん ね大回廊は狭かったんですけど、逆にあのメンカウラーの北面のその先ほど言われてたね穴っていうのは広いんですよ、すんごい、どれぐらい広いのかな、この今の影できてる屋根ぐらい広いんですよ、はいはいはい、だからこう逆に足場がないんですよ、こうやってできないんですよね、でできないので、でどうしようか、もうほんとロープで降りるしかないところなんですけど、で一人でやっぱロープ
ープを降りて、まあ、木村さんとかは自分でこうコントロールしながら降れるんですけど、それだとやっぱり撮影ができないので、うん、上で木村さんが少しずつ降ろしながら私が吊り下げられて、ガンダルフでしたっけ、はいはい、ガンダルフでしたっけ、はい、いつもやるんですけど、こういうやつですね、はい、カメラがいっぱいついたやつです、っていうふうに名前のついた3次元計測用の特殊な機材、あの GoPro がついて光がついてるもので撮影をしていったんですけど、なんかねすごかったですよね。吊り下げられながら、またコウモリも多いんでバンバンコウモリも当たりながら、こう暗闇の中で光を照らすカメラでガンダルフでわーってやってたんで、ピラミッドの中ですごいシュールな光景だなと思いながらね。でまあデータが、まあ、おかげさまで取れたので、あそこは本当にでかかったですね。まあ、ただ実際私たちの仕事っていうのはここからそのデータの解析なので、まあ、それがやっぱり帰ってから楽しみだなというふうに思います。まあ、南の方は南の方でね、久しぶりにちょっとエジプト の, あの遺跡をちょっとまあ見て、調査地、あの関わり、どういう関わりかとかね、あとあのワールドスキャンプロジェクトのとも、まあ、あるところ一緒になったりしながら、あのレーザーの使い方とかね、あと遺跡の3次元の計測方法とか、まあ、そういうのをいろいろとあの共有できたので、まあ、そのあたりもあの今後の調査の、役に立つなというのですごく良かったですね。あのそのウェルシャフトですとか、その穴とか、我々もしばらく待てば研究結果みたいな感じで見れるって感じですか、中の写真とかも。そうですね、まあ、あのそのあたりやっぱり今年出したいなと思いますね。ワールドスキャンプロジェクトさんの調査は他の動画でもちょっと説明したんですけど、去年の11月から公式に名古屋大学とワールドスキャンプロジェクトさんとで共同研究を開始して、まあ、4年間の一応プロジェクトにはなっていて、私自身は今年はちょっとまあ予備調査的にやるかなってぐらいのイメージだったんですけども、いきなりこういった形でね大きなあのことができたので、もうこのまま今年中にデータの方の解析公表を、そうですね、していきたいなとは、はい、思ってます。楽しみですね。楽しみです。いや本当にでもね大変でしたね。大変でした。総括大変でした。大変でしたね。ツイッターとか SNS でしたらね、楽しそうなシーンしか上げてないですけどね。そうですね。あれ何パーセント、 1% だね。もう 1% の楽しそうで元気そうなとこだけをちょっと上げててですね、私にも個人的にバカンスだねみたいな連絡もね来たりしてたんですけど、いや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 みたいな。バカンスじゃん。もう47度とかですもんね、気温。そうですね、クルーズ船でね、あの泊まってるっていう風に思われてた方もねいるみたいなんですけどね、いや全然クルーズ船とかに泊まってない。まああのまあまあホテルにはあの泊まってたんですけれど、ただまあ本当寝泊まりしかしてない形で、朝から夜まで早く起きて、ねえ、もう遅かったらやっぱりアビドスとか帰ってくるの8時半とかでしたよね。ね、3時間ですね、往復ガーッと行って帰って。ね、そういうの中でとりあえず撮影で終わった後もデータまたねバックアップしてとかだったので、本当に大変だったと思いますね。はい、途中3分の1が脱落しました、体調不良で。総メンバーの中でね。そうですね、何日か倒れちゃったもんね。そうですね、ちょっと倒れてしまって、私も危なかったですしねえ、なんかもうラリってもいいので飲みます薬みたいな、ね、もういっぱい服用しまくるみたいな、後遺症は日本で出るのは構わないのでみたいな、エジプトの薬を飲んでねえ、そんな感じでねされてましたもんね。いや本当によくついてきていただけたなというふうに思います。もう実際にあの調査にも協力していただいてね、荷物を持ったりライティングしたり、ありとあらゆることをなんかねしていただいた感じでしたよね。はい、いい経験になりました、はい、ありがとうございました。じゃあもう本当にこういう形で、まあ、今回、まあ、YouTube 見ていただいているね皆さん、まあ、あとはあの特にあのクルーの皆さん、のおかげで現地の撮影、まあ、一番良かったのは、私自身が気をつけたかったのはやっぱりあの、まあ、お腹壊すのはあったんですけど、やっぱり怪我とかね、そういった何かあの縦穴に落ちるとか、そういう大きなあのことが一番怖かったので、まあ、それなくあのそしていろんなところの遺跡を現地から案内するような形で撮影できたので、まあ、これはまたぜひ楽しみに待っておいて、そうですね、はい、
見ていただければと思います。見ていただくのが楽しみです、ね。うん、じゃあ本当にエジプト調査同行お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ飛べます。はい、はい、こんな感じでいいですかね。いいですかね。はいはい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、まあ、どんどん良質な古代エジプトの、コンテンツを上げていきたいと思いますので、引き続きいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。